上土寺山からの尾道大橋、新尾道大橋と向島因島からの因島大橋と向島向島は、広島県尾道市に属する島。本州尾道市街から南に約300メートル幅の尾道水道を隔てた位置に、ある島で文字通り尾道の向かい側に位置する島。北側が本州、南側が因島、西側が岩古島でそれぞれ橋で結ばれている。 東側が、尾道市の飛び地である、紫町、無人島の鹿島その先が有人島の100島。面積22.22 22平方キロメートル。周囲、約28キロメートル。北岸に平地が広がり、その他はほぼ丘陵地である。最高峰は、高県山283メートル。気候は、瀬戸内海式気候。郵便番号は、以下の通り。 2016年現在2つの日本遺産に絡んでいる。一つは、日本遺産、尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市であり、島の北側である尾道旧市街地と密接な関係にあることからその範囲に含まれている。もう一つが、日本遺産、日本最大の海賊の本拠地、芸与諸島から蘇る村上海賊、村上海賊の記憶マイナスであり、 島の北側、南側ともに、秋地のりと呼ばれた古くから、瀬戸内海の主要航路でそれぞれを掌握するため、村上水軍などの海賊州の拠点が置かれていたことがあることから、その構成文化財として日本遺産に認定されている。つまり、島の歴史、産業、文化などは、北側の尾の道、南側の因の島と密接な関係にある。 さらに西側の岩古島のものも、この島と一体化していたものと考えられている。芸与諸島周辺島々と共に、造船の島でもある。温暖な気候の丘陵地、尾道という商業地の近くにあるという立地から、柑橘類栽培や近郊農業が盛んで、また漁業も盛んである。仙光寺公園から望む向こう島。この島では、縄文時代の遺跡、 遺物方眼層がいくつか発見されている。例えば島の東部海岸沿いにある古江浜遺跡では、青円土器が発見されており、島の北東部松永湾一帯で発見されている、青円出土遺跡群の一つである。島の中央である田尻では、有形戦闘機が発見された、個人軍人遺跡が、島の北側であるウリツンには、縄文土器や水域が発見つまり、 縄文時代から古墳時代のものである入線の上遺跡がある。古墳時代の古墳も同様に島の東岸周辺、尾道水道付近等の中央付近に点在している。高見山頂にある雨乞いの石踏みは大正時代から昭和初期にかけて建立されたもの。ただ、古くから水不足解消のため雨乞いの風習があったと伝わる。 この島の名が出てくる最古の資料は、平安時代中期の時点である和名類受賞で、歌のこれ一万とある。そこから、鎌倉時代から室町時代にかけて、歌の聖、歌島、歌の島と、歌の字が当てられた。ここで言う歌とは、古来の言葉で提出地帯を意味し、ここ以外では歌あるいは歌、無駄などの名で残っている。この島は現在でこそ一つの島として、 形成されているが、かつては七つの島からなると言われており、明治初期までは、向島町と江東町の町境にあたる島の中央部、県吉、江区から肘をですら満潮時には、船で往来できた。中世、この地は、大井陵料を歌島草という荘園であった。それ以前は、島の西側は、塩田荘と呼ばれた、安楽久し飲料の地八丈飲料であったとも、 温暖だが降水量が少ない気候から、塩作りが盛んになり、年貢として塩を収めていた。大安四年、今川貞代が九州丹大として下校していた時の気候文、道雪ぶりの中に、小野道と共にこの島のことが登場する。ただこの昔たる肩に横惚れる島や周り。昔このところを老じける人、和歌の道に透ける心深き余りに、 降りたつたご入りぬるあままでも、歌を何読ませつつ待ってけうじけるより、やがてこのところを、歌の島というとぞ。ほや宿も、かすかにて、焼きたつる毛振りの末物あわれなり。この島に、しほやくたびに、一日二日のほどに必ず雨の降り、待てると言い,いならわしなり。下にもと覚えき。今川良春、う雪振りこの中では、この島は、若が盛んだったことから、 歌島の名がついたこと、沿岸部で盛んだった、製炎業では塩を焼く時の煙で雨を呼んでいたことが書かれている。この時代、歌島で生産された塩などの物産を取引することにより、対岸の尾の道は港町として成長していった。この歌島が向島と呼ばれるようになったのは室町時代からである。この時代、公易港として発達した尾道に、 文人牧閣が立ち寄ると、向かいの島を自身の作品に残したのが始まりであるとされている。江東町渦屋文書によると文明年間には、向島と呼ばれていたことが分かっている。川尻地区の革命神社の伝承によると、樹英三年、合わずの戦いで敗れた、源義仲勢の革命は、義仲の着志源義重と、家臣三十人余り引き連れ、川尻地区に落ち延び、 当地を開拓した後、革命と吉主家は家臣を残し、新州へ戻っていったという。高屋地区の吉原家によると、吉原家は中原近吉の子孫で、文明年間向島に移り江東町の吉原城を拠点とし、江戸時代に昨日、そして向島西村の商屋となったという。仙港寺展望台からの向島、右手前の小さな山が小田島地区。 また、この島の南は、インド島村上市の拠点であったことから、この島にも水軍の定石がいくつか存在する。尾道水道ほぼ中央付近に小唄島という小さな丘陵地がある。ここには、中世に宇賀島と呼ばれた一つの島で宇賀島州という海賊が拠点とした岡島城があった。彼らは当時尾道水道を通る船舶から石料を徴収しており、 早期刑や梅林主流は、宇賀島州に囲まれたことを書き記している。この、宇賀島州は、天文23年因島村上市、村上義満と手を組んだ小早川高陰によって攻め滅ぼされている。工事元年、五福島の戦いでの勝利により義満は、向島の治療を賜う。原版通史によると、義満はこの島の南部の因島との海峡である。 布狩がり瀬戸を望める観音岬に、あまり城を築き拠点としたとされる。ただ、義光がいた時期は短く、A60 年因の島青木城に拠点を移し、あまり城の守りは、家臣の島井次郎助長がついたと言われている。また、上記の岡島城もこの時代因の島村上市の支配下にあり、石料を徴収していた。島の最高峰高健さんは、 村上市の見張り台が置かれていたことに由来する国十分吉原家住宅建築年代のわかる庄屋住宅としては日本最古のもの海物園跡江戸時代この地は広島藩領となる対岸の尾の道は藩による積極的な投資で藩内随一の交易港となりそこへ西巡る海運が確立し北前船などの海船が 飛行するようになると公益構として爆発的に成長した。尾道の主要公益品は塩で、周辺には商人によって塩田が開発されていき、浜旦那と呼ばれる塩田地主、経営者が誕生した。この島で最初に塩田を開発したのは天馬や自衛である。もともとは、紀州和歌山藩の雇用商人で、源那五年元和歌山藩主。 朝野長明が広島藩に転保するとこれに従って、広島に移り、魚問屋及び酒造業で財を成した。そしてこの島の開発を藩に許可され、尾道水道一帯に天馬や深海地を整備し、遠方5年、富田古浜、玄禄4年、富田新浜と富浜塩田を開発した。この富浜塩田は昭和30年代まで塩が作られている。その他にも、 現在の尾道造船向島工場付近に、元禄2年、小江浜塩田元禄5年、天竜浜塩田京宝15年、小越浜塩田、島の南西部に、元禄1十年粒田浜塩田、島の西には、ここ浜塩田が開発されている。この時代在を成した尾道の豪商たちは、周辺の風光明媚な地に菜園と呼ばれた庭園付きの別荘を建てた。この島にも、 天満屋によって、海物園が増園されている。尾道水道を縦断する都線ができたのは、この頃である。記録に残るものとしては、完成から文化年間に、天吉渡しができたのが最初である。1929年、尾道都市計画区域付近代での行政区分は、島の東側が、三木郡向井東町、中央部と西側が、三木郡向島町であった。 近代文学の代表作である、賀直屋、暗夜航路は、尾道が舞台となった作品であるが、この島の様子も出てくる。景色は、いいところだった。寝転んでいて色々なものが見えた。前の島に造船所がある。そこで朝からカーンカーンと金槌を響かせている。同じ島の左手の山の中原に、石切り場があって、松林の中で、石切り人足が絶えず、 歌を歌いながら、石を切り出している。その声は、市町の遥か高いところを通って直接彼のいるところに聞こえてきた。滋が直や、暗夜航路このように、近代に入ると造船業が盛んになっていく。向島では、明治39年商女鉄工所が最初に、企業史の地数社ができ、近代から現代にかけて、日露戦争、第一次世界大戦、 第二次世界大戦、朝鮮戦争と戦争による特殊格鏡と戦後の不況、その後も公共不況を繰り返した中で成長していった。太平洋戦争中にはこの島に捕虜収容所が置かれ連合国捕虜を造船関係の仕事に従事させている。昭和20年7月27日にはその中の日立造船向島工場が空襲されることになる。また、 セット内海式気候という温暖な気候を利用した農業が展開されたのもこの頃からである。この周辺で防虫菊栽培が始まったのはこの島からである。日本に防虫菊の種を持ち帰った上山栄一郎は和歌山で栽培に成功すると各地に栽培を進めたがなかなかうまくいかなかった。明治23年向島を訪れた上山に村上翔平が 協力者となりこの地で試験的な栽培が始まり、そして藤田斉太郎によって本格的な栽培が進められた。ここから瀬戸内海の島々、特に広島県と香川県が産地となり、島々の産業の中心となり、隣の因島市では市花に採用されている。ただ、戦後、防中菊に含まれる。 殺虫成分であるピレトリンが合成されるようになると、急速に栽培は、廃れている。近代に入り、向島と尾道との間の交通手段として都線が、最大で12箇所まで増えていくことになるが、現代に入り広域交通が整備される中で規模が、縮小されていった。そして、戦後の広域道路も整備は昭和43年、尾道大橋開通から始まり、 昭和58年因島大橋、平成11年新尾の道大橋が、完成し島並み街道が島の中央を縦断することになる。平成25年尾道大橋は無料開放された。こうした中で、昭和45年江東町、平成17年向島町が、尾道市に編入されている。2010年代以降は高齢化や島外への移住により、 人口が減少し、島内には放棄された果樹園や千軒以上の空き家が点在するなど景観が悪化しつつある。尾道市は景観法に基づく景観行政団体となったことを機に、2007年、尾道市景観条例を制定、地域における歴史的風池の維持及び向上に関する法律施行に伴い、尾道市は歴史的風池維持向上計画を作成した。 この中で、向島全体は、向島、海と暮らしの歴史文化保存活用区域として岩湖、島と一体化した歴史文化保存活用地域に定められている。さらに、尾道旧市街地の対岸にあたる地域のみ、尾道、小地と港町の歴史文化保存活用区域として定められ、この文化圏が平成27年日本遺産選定。 尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市に認定された。もともとは南側の因の島を中心に、中世では村上水軍の勢力下で、近世では商人用の海船として船製造が行われており、近代になり木造船から鉄造船に移行すると、島で育まれた造船技術と尾道において、中世から受け継がれていった。 タイ野の技とが結びつき飛躍的に発展した。この島の造船所は、島の北側である、尾道水道周辺の平地、つまり、近世に開拓された旧潮田跡に固まっている。上記の暗夜航路や近代以降の映画など、文化芸術の街を道に関連した、作品群にこうした造船所は登場する。例えば、男たちの山と、大和では、オープンセットが作られている。 セット内海式機構と島のほとんどが丘陵地で平地が少なくさらに北側に商業地をの道を控える特性から近郊農業や柑橘類の栽培が行われている。市場性の高い花の栽培が行われるようになったのもその一つ。1950年頃に金銭海あぐるまぎく1953年頃カーネーション1963年頃ストック。 1965年、ごろよう、ラン、1980年頃シュロタケの栽培が始まり、その他にもカスミソウスターチス、バラシクラメンが栽培されている。特にようらん、シクラメンの栽培地として著名である。こうした中で、立花自然活用村や、向島ようらんセンターといった農業公園が開園している。キヌサやエンドは1907年頃から栽培が始まり、 県における著名な産地の一つとなった。上記の通り、某中菊の栽培は現在廃れている。亀森や田神社以下、国、県、市の文化財指定されているものを列挙する。国の重要文化財国の登録有形文化財市の登録有形民族文化財市の史跡ここでは、上記以外の文化財及び観光地を列挙する。尾道大橋と、 並行してかかる新尾道大橋向島大橋、高速道路国道県道その他いずれも尾道市街への渡船。前者が向島側、尾道市尾道市出身の有名人も参照。ありがとうございます。